ハローアースノイド。誰だこの子供、に対する、ネットの反応をお送りするよ。隊員ならあの足のないモビルスーツ乗りこなせますよ。私は大佐でここはジオンの要塞なのだが、隊員ではないのだが、君は迷子のガクト兵かな。ここは機密ブロックだ。早々に立ち去った方がいい。ジオングのカタログスペックはガンダムをはるかに上回りますから、隊員でも相打ちには持ち込めますよ。昔の隊員は専用 BGM があったって本当なんですね。びっくりしましたよ。隊員が一番輝いてたって時代を見に来たんですけど、もう少し遡らないとダメみたいですね。ところでそのジオン臭い制服、どうにかなりませんか？誰だね君は。ただの学生ですよ。学徒ならゲルググが用意されている君はあれに乗りたまえ。ところで誰なのだね。ただの学生ですよ。ムーバブルフレームも採用されていない。旧式のモビルスーツになんて乗れませんよ。ムーバ、何？旧式。あれ未完成ですよ。しかし足など必要ないと整備兵が。足がなかったらモビルスーツの意味がないでしょう。そんなことも知らないからやられるんですよ。戦争なんて大人が勝手にやっていればいいでしょうが。悪いことは言いません。今からでもホワイトベースと合流しましょうよ。初期案ではそういう方向性もあったそうだが。小説版じゃホワイトベース隊と共闘してるじゃないですか。キャスバル・レム大君という男のことを知っていますか？エドワウマスという男を知ってますか？クワトロバジーナという男を知っていますか？誰だねそれは？ノースリーブの軍服を着て、金色のモビルスーツに乗るバカな男です。戦場でそんな目立つ色のモビルスーツに乗るとは少し考えにくいな。だがセンスは評価したい。誰だね君は？この頃はアポリーさんもロベルトさんも一緒じゃないんですね。大体復讐するにしてもどうして、一番話のわかりそうなガルマさんから打ち果たしちゃったんですか？しかも大切な妹さんの乗る戦艦と戦ってまで、復讐なんてしたいものなんですか隊？隊、キシリア撃ち取るのやめて、キシリア派とアクシズに亡命しませんか？ガルマ、私のタムケだ、姉上と仲良く暮らすがよい。僕の警告は無視ですか？それにしてもあの至近距離でほぼ生身で、戦艦爆破して生き残るなんて、あなた本当に人間ですか？軍人のご家族かね、ここは関係者以外立ち入り禁止のはずだが。神指団です。名前が女のようだが、可愛い顔立ちだ、女の子かな？ここは君のような女の子がうろつくようなところではないぞ。修正してやる。ここは危険だ、女の子は下がりなさい。その言葉、ララーさんを、戦場に連れ出した人のものとは思えませんよ隊。私も愚かだからな、経験で語っているのだよ。大佐がまた女の子連れ込んでるよ。いい年こいて半袖グラサンで、子供に殴られて涙流す男をどう思いますか？情けないとは思うがその子供には若さを感じるな。妙だな、君の所属と名前を言いたまえ。あれに乗ってもアムロさんには勝てませんよ隊。私は隊ではないのだが、ところでやはり君も足は必要だと思うかね。ええ、あなたの後ろに目がついていませんから。後ろに目があるなんて化け物か何かかね？あれがジオングですか。本当に足がないんですね。足がないと踏みつけができないじゃないですか。ああ、地に足がついてないってことですか。やっぱり隊員の方がお似合いですね。それは重力に縛られたものの味方だな神優。そういう隊員は亡霊に縛られてますよね。私の代わりにジオングに乗って、ガンダムと戦ってくれないか？ゼータガンダムでもなければ、この時代のアムロさんには勝てませんよ。アムロさんと戦ってる暇があったら、とっととザビ家の残りを片付けたらどうですか？残念ですけど、隊員にはサイコメは使いこなせませんよ。私はアムロには勝てないのか。大丈夫ですよ隊員、負けても命までは取られませんから。ただヘルメットはしっかり被っといた方が良いですよ。気休めかもしれませんが、隊員ならうまくやれますよ。大佐なんだが。これでも尊敬してるんですよ隊員。あなたは両親の苦労を一身に背負って、ザビ家を倒そうとしている人ですから。私は大佐だよ。袖なしグラさんが、マシに見えるすごいファッションですね隊員。我ながらこのマスクはやめたいと思っている。それはそれとして私は大佐だ少しは敬意を払いたまえ。なんなんですかその角。本当にそんなふざけたマスクつけてたんですね隊員。大体似合ってませんよそのマスク。
サングラスより似合ってませんよ、そのマスク。似合ってませんよ、そのヘルメット。何回私の格好のことをつつくのかね。そのマントもどうかと思いますよ。でもノースリーブじゃないのはいいところだと思いますよ。なぜこの子はさっきからこんなにトゲトゲしいのだ。この格好、前方の服に似ているようだが。さっきカツにも会ってきましたけど可愛いもんですね。この頃のあいつはすごくまっすぐですね。あいつはきっとアムロ隊員に憧れすぎてしまっただけなんです。そうでしょ隊員。トゲトゲしいのかなついているのかわからんな。もう少しハマーンに優しくしてやった方がいいですよ。ハマーン。これから会うであろうピンク髪の女の子の扱いには慎重にお願いしますよ隊員。ハマーンって人、こじらせてますよ。あれがジオングですか、本当に足がないんですね。そうだ神優、今から君が乗る機体だ。僕が乗ったら真っ先にジオンの本丸叩きに行きますよ。神優、私が頭に乗るから君は胴体に乗ってくれ。乗ってもいいですけど万が一僕がアムロさんを落としても、文句言わないでくださいよ。ジオングはコックピットが2つあると聞いたぞシャア。行くぞシャア。え？どこのお嬢さんかな？そこから飛び降りるのは危険なようだが、5メートル以上の高さがあるぞ。キュベレイを出すぞ。今キュベレイを出すと本当に歴史が変わってしまうのだが、ファンネル？ビットじゃなくて？これ整備士を蹴飛ばして割り込んでない？大佐、要望通りジオングはペアシートにしておきましたんで。彼女が胴体で、私が頭のコックピットの配置にしてほしいのだが、あのキュベレイという機体すごいな。できれば私も同じ機体に乗りたいのだが、私とペアルックしたいということだな。すぐに用意させよう。低式を、頭が、思い出の中でじっとしていてくれ。私は思い出にはならないさ。思い出は今から作るんだぞシャア。操縦疲労回復のために、コックピット裏にベッドを作っておいたぞシャア。シャア、前方の白いやつは私がやる。お前じゃ無理だ。シャア、私たちでミネバ様をお守りしなければ、ジオンの未来はない。ついでにアプシスで結婚式を挙げるぞ。彼女がどなたかは存じ上げませんが、大佐ならやれますよ。急に変わってくれと言われた時はびっくりしましたが、大佐にお似合いの方ですよ。背後からのプレッシャーが凄まじい。戦闘に集中できん。今の彼女なら 80% の性能しか発揮できませんが、大佐なら乗りこなせますよ。冗談ではない。それで隊員がいつも言ってる、ララーって人はどこにいるんです。あ、はじめましてララーさん、隊員がいつもお世話になってます。なんだいるじゃないですか。なぜこの子は虚空に向かって話しかけているのだ。そろそろ警備兵に突き出すべきだろうか。あなたはキャスバルでもエドワウでも、シャーズナブルでもなく、クワトロバジーナに戻るべきなんです。私はシャーズナブルだ。それ以上でもそれ以下でもない。そんな歴史、修正してやる。